ベースラインっていうのは2分音符で弾くタイプの人とドンタンとシンコペーションするタイプ、要はさっき言ったみたいなシンコペーションしないタイプとするタイプとで2回シンコペーションするタイプっていうのがこの3種類があるんですね。でシンコペーションしないタイプはまあ1打しちょっとノリが3番に近くなるんですが、要はシンコペーションしない、このベーシックのパターンはシンコペーションしないパターンとするパターンがあるから、これで手をシンコペーションしないパターン、要は前半がこの右手がこうカスカラがここシンコペーションしないでしょ、これが後半はシンコペーションするパターンだから、前半だけをバソラと入れてというふうにやってしまって全然構わないと思いますが、これ手はシンコペーションするのと交互に来ると、要は足がずっと一定のパターンのまま、でやるとこの方が手はシンコペーションしない、する。バスドラはずっとしてないんだけど、これバスドラがベースラインと絶対ロックしなきゃいけないので、まあ絶対じゃないんですけど、ロックした方がいい。進行感は同じ方がいいので。これバスドラはこのままこれ踏んで、このここをフロアにして。アートブレーキのラテンのドラムソロの時のパターンですね。これトンバとちょっと違うけど、トゥンバを思わせるパターンで、今度は足を2の方にするとベースラインがこっちのベースパターンできた場合、アイリメンバーエプリルとかのパターンですね。ベースロックする場合はこっちでもいいです。でベースがシンコペーションしているのに、バスドラが表に行くっていうのはどうなのかっていうと、シンコペーションしたりいろいろやってみましたが全然問題ないんですね、実はね。で僕、まあ、こういうのもあってダンスも習ったことがあるんですが、要はスロー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 っていう風にこう足取るときには、例えばダンタンタンってパターンであっても必ずこの2分音符の流れを感じてダンスするんですよ。なのでバスラもベースもどっちもシンコペーションしてしまってもいいし、どっちもシンコペーションしなくてもいいし、僕はこれはこの場合によって使い分けるんですね。ベースがトントントンってやってても、例えば長い管楽器のソリがあって、ソリが裏からどん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 入ってきて難しいパターンの場合は、音がやっぱりどっかで刻まれてる方が、強く聞こえた方がバンドはまとまるじゃないですか。だからベースはそのパターンなんだけど、バスは2分に振る。だからこれ注意しなきゃいけないのは、ベーシストは意外とこれに対してセンシティブなベーシストとそうじゃないベーシストがいます。要はベースとバスドラは常に一定でな、一体化していなければいけないっていうタイプのベーシストと、あんまり気にしたいタイプのベーシストがいます。で気にするタイプのベーシストの場合は、まあ、できるだけベーシストの合わせてあげる。ただその意図的にはこの音を出してあげて、こうまあソリがまとまってくるまでは音僕は出してあげたいと思うんだけどっていう話をしたりとかすることも僕はありますね。なのでこうベースがシンコペーションしてるけどドラムがシンコペーションしないっていうのは僕一つのアンサンブルだと思ってるんですが、それをすごく嫌われたら、まあベーシストにまあできる限り合わせてあげる。でこのシンコペーションするパターンしないだけのパターン
足は全部シンコペーションしてるけど、手が交互に来たりとかするとこうタイプ的に、だから足はシンコペーションしないパターンとするパターン、どっちか、これ両方入れるとなくはないんですが、あんまりやらないですね、というパターンですね。でもう一個ベースのパターンがあって、このこれが2回シンコペーション、パンパンパン、この場合はよくやるのはこれもエルヴィンの、あと最初オンから蹴って上がって下がって2小節で上がって下がってくる、とても綺麗なパターンなんで、このパターンばっかり使う人、これを足を2分にして、やる人もいるし、こっちだとこれはあんまり効かないですが、まあというパターンですね。このジャズラテンのパターンがこの一番こうエルヴィンとかブレイキーがよく使うパターンで、これもうこのパターンを全部覚えてしまって、このパターンで行き切ってもいいかな。でラテンっていうのはあんまり変化させなくていいんですよ。どっちかというとピアノのモンというのもいかにこうキープして ずっとこうトランス状態になるまでグルーブし続けて、ダンスの音楽だからね、ずっとグルーブし続けるかっていうところにポイントがあるんで、意外とラテンのパターンはこう僕は変化させないことが好きなんですが、ただその現代的な ECM っていうラテンみたいなボサノバみたいなっていうやつになってくると、右手はどん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 変化させるんです、ね、それまた ECM についてもまた質問があったので86のラテンと ECM をまた説明したいと思いますが、というわけで、ベースのパターンとしては2部かタンタンタンタタンタンのパターンか、でそのラテンの人だったらドンツトーンとツッツトーンと4種類のベースのラインがあるので、そのベースラインのパターンにマッチしたパターンを選ぶか、それかもう関係なくラテンのパターンとしてやってしまえばいい。でバリエーションとして組み立てるときは、要は静かなときはこう、例えばこういう、あと、ベーシックのパターンはこのカップでいくと、全部カップでもいいんですが、一番上のベーシックのパターンだと長い音符、やるとというパターンになるとすごくラテンっぽい感じがしますよね。これ、ジャズラテンのとというふうにアクセントを書いておきましたので、このアクセントの部分だけ、このカップにしてもらえばラテンチックな感じになると思います。というわけでちょっとてんこ盛りでございましたが、ラテンのパターンのベースのパターンとこのこちらの、譜面を、プレゼントいたしますので、またメルマガ登録の方は、もうメルマガ登録されている方は送られていきますので、メルマガ登録されてない方はこれ登録していただくと、過去のやつとかも全部ダウンロードできるようにしておきますので、やってぜひメルマガ登録してください。以上です。ありがとうございました。